お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。三国志11、女の戦いシナリオ、3回目です。前回、一度は滅亡してしまいましたが、再プレイで、なんとか危機を脱することができました。最初の目標は、慶州を取ることにしていたので、今回は、南部へ進攻しつつ、内政を整えていきます。最後まで、ゆっくりしていってね。お、宝徳さん。ついに、武闘派をゲットするチャンスが来ました。はい、舌戦でしっかり登用しましょ。気力差18あるし、安全にやってれば勝てそうだねー。これならどう？ひとまず、先制しました。そのまま、優勢に進みまして。無事に、勝利できました。まあ。なんだと？ということで、宝徳さんゲットです。みんな、どんどん感触を得てますな。そして、早めに空白地の工業を取っておきます。わかりました。かかれ！はい、工業攻略、完了。本拠地を、工業に移します。お、何のイベントかな？まだ、半年なんだけどねー。はい、その通りですねー。記憶と功績か、まだまだ後でよかったんだけど、ありがたくいただいておきましょ。官邸発見。もしかして、関羽も見つかるかな？はいはい、舌戦ねー。かなり、余裕を持って勝利ですねー。これならどう？この流れで、関羽も見つけて、仲間にしたいなー。はい、関羽も見つかりました。当然、説得しますよ。関羽が加入したら、かなり心強いですからねー。さすがに、一撃では倒せませんか。そうだ。とりあえず、先制です。自説は、1しか持ってないんだよな。やる。ここまでは互角の戦いになってますねー。
れるな。おいおい、これはやばいかも。無敵状態は反則だよな。なんとか無敵から脱したので反撃開始です。舐めるな。はっ、そうだ。そうだ。なんだと？勝ったかな？ミリ残しですか。ま、これで勝ちだねー。やりましたー。こんな序盤で勘をゲットできましたよ。なんだと？今度はなんだ？イベントが多いよねー。早速、カンウがここで発言してますねー。人材は豊富になってきたかな。技巧ポイントと忠誠は嬉しいですね。はい、周桑は一撃でゲット。今度は、月英自らイベントを起こしましたねー。確かに。そうです。習得が大事なんだけど、未だに習得をさせたことないんですよねー。はい、一撃。またまた一撃。序盤から高明だと楽ですねー。といったところで、ちょうど2年が経過しまして、女性君主の戦いは少しだけ進みましたかねー。まだまだ1から3都市の勢力ばかりだし、どこが残るかはまだまだ読めませんねー。三都市持ってるのは、うちとしくゆうだけかな。ま、結局武将数が少なければ、都市が活かせないし、本当にまだまだわかんないですねー。我が月英軍は、慶州を取って、五方面へ行く作戦ですが、状況次第で、他のところを牽制する必要が出てきそうですな。ま、今後どうなっていくのか、楽しみですねー。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。
次回も、ゆっくり見ていってね。